介したんですか。この前の、はい、大垣スイカが行ったんですけど、はい、その前の向こう町終わって、はいはい、三輪秀樹さんのところに、はい、ちょっとご飯食べに行って、はいはいはい、お店に、はい、その時にご飯食べに行って2時間ぐらい外に自転車出して、はい、駐車場で見てもらって、三輪さんに見てもらった、はい、そしたら決勝乗れましたそうなんです。ちょっと向こう町悪かったもんね。向こう町っていうかもうずっとなんかこうしっくりこのままなったんですけど、なんとなく大垣は手応えつかんだ感じだったんですけど、はい、難しいですね、うん、はい、大垣はね、順位もまずまずはい、まあいけてるかなって。そうですね、いつも連れて行ってもらって、はい、乗せてもらってる感じがあったんですけど、うん、大垣はなんとか自分で活路を聞いた感じがあったんで、ちょっと変わったかなっていうのはありますね。はい、三輪さんセッティングなんとか、はい、頑張りたいです。いいとこいい感じでね、今回、はい、まあ、なるべくこれから話し合っていって、はい、そうですね、はい、わかりました、頑張ります、はい。